解体してる最中で、これいろんな意味込めてて、池内さん今は議員さんじゃないです、でも次議員さんになってもらいたいじゃないですか、だから今までの共産党じゃないんだと、これから頑張っていく共産党っていうのは今までのいいところはもちろん生かしながら、ただ刷新するっていう意味で壊して前進む、壊して前進むからゼロからスタートするっていう、この池内さんのこの意気込みからこの、ビジュアルを作らせていただきました。で、実際自分もやってみて思ったんですけど、で、まあ、一緒に作った人たちもみんなそうだったんですけど、作ったがなんかね自分の場所になってるんですよ。これ俺作ったんだよ、この棚これ俺作ったんだよとか、これは私が塗った食べよとか、そういうのがあって、で今もそこでちょっと作ってるんですけど、あのねハートでレインボーにしてイコールマークをつけて、多様性を認め合いましょうと、で誰も差別しないっていうそのシンボルマークを今、子どもたちとかも含めていろんな人たちに作ってもらってます。そこにもちょっと参加してください。これ事務所で掲示されますから。で自分の場所になるっていうのはどういうことかっていうと、自分の場所になるっていうのは自分が関わるだけじゃなくて、あ、自分が関わることによってその場所に一個の、水滴を垂らすようなものなんです。波紋を作るんですよ。ちょっとを作るんです。一人一人がちょっとを作る、一人一人がちょっとを作ってこの波紋を大きくしていくっていう、そういう作業の場所にしたいと思っていて、でその波紋は一人の力じゃできないんですよ。決して池内さん一人の力だけでもできない、僕では無理ですわ、僕ただの内装工事屋さんなんでそれはできないんですよ。でもここに集まってる人たちがちょっとの力加えたら変わりますよ、いろんなことが。それを変えたいっていう、その体現の場所として事務所を作りました。で今ですねこういう座布団ですね、今工事は大体終わってきてて、で今こういう座布団を、手縫いがうまい、もしくはチャレンジしたいという男性女性関係なく皆さんで作ってます。で今後もちょっ と、カーテンを作ったりとかいろいろやっていくんですけど、まあ、作るっていうことだけじゃなくて楽しむっていうこと、生活に政治があるっていうことはもちろんなんだけど、その逆でもいいんですよ。政治には生活がある、当たり前の話なんですよ。生活をみんなでやっていこうと。でセカンドキッチン的な感じ、キッチンがねちょっと今写真で見えづらいんですけど、これだこれだ、あ、これ僕なんですよ、これ僕、これ僕がすげえ頑張って塗ってるんですけど、これすげえでかいんですよ。2700って言って、こっからここまであるんですよ。で幅がこんなあるんですよ。そば打ちできるっしょ、パンも寝れるっしょ、そういう楽しいことができるかなと思ってでかいキッチン作ることにしました。なのでちょっと遊びに来てみんなでご飯食べたりして、まあとりあえず政治の話は、まあ、いいや、とりあえず言っておこう、とりあえず何やってんの君とか、私何やってる人ですとか自己紹介しに来るだけでもいいから、みんなでこう出会いませんっていう、そういう場所のきっかけを、これからも作っていきたいと思っていて、日曜日とか土曜日とかで、不定期にはなるんですけどワークショップとか、あとご飯食べたりとか、あとは12月の中頃にグランドオープンイベントっていうのをちょっと企画を考えていて、それはまた改めて告知を出します。なので、皆さんちょっと池内さんのことをちょっと注視しててください。で今、東京12ハウスっていう、またこれまたクソおしゃれなんですけど、デザイナーさんに作ってもらって、この、ま、ちょっとおしゃれすぎて池内さんの事務所だってわからないっていうことがなんで、こういう写真も使いながら、新旧新しいものを合体させながら、どんどんいろいろ新しいものを作っていきたいと思っています。これからのワークショップっていうのは多分家具を作ったりとかじゃなくて、おそらくそういう地域の人たちが何かを得意にしていることをシェアすることで、みんなの不安とか不満だったりを聞く場所、そこから
その地域に根ざした場所が、池内さんの代表として作られていくっていう、で決して完成しない場所として作っていくつもりです。皆さん、ちょっと短い間なんですけど、向こうがね、2時からイベントが始まるんで10分間だけってことで、あと2分ぐらいあるね。あ、小川さんぐらいですよ。レジェンド、ふわ鉄道さんが来てくださいました。ご紹介いたします。今日は声を出さないつもりだったんですが、レスナーに捕まりまして、キュウさんは今後もよろしくお願いします。それから日本共産党全体をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。言葉を失います。最後じゃあ締めよう。はい、なんていうか、ちょっと飛んでしまいました。今、不破鉄道大先輩の不破鉄道さんが来てくださって、日本共産党よろしくというお言葉をいただいたので、私もちょっとよろしくと自分に言い聞かせて頑張っていきたいと思ってます。で、今回のこの事務所は池場プロジェクトというプロジェクト名をつけて、事務所のまさに土台を作るところから始めました。もともとお借りした物件が結構老朽化していたから手を加えなきゃならない状態だったんですけど、だったらもうゼロからみんなで作ろうということで始めた、そういうプロジェクトです。ワークショップを月1回ぐらいで開催して、みんなの居場所をみんなの参加で作っていく池場プロジェクトは、池内沙織とみんなが集まる場所づくり、このプロジェクトの名前になります。今日来ていただいた皆さんにも、私の事務所にも立ち寄っていただいて、政治をもっと日常に引きつけられる、そういう場所として活用してもらえたらと思ってます。お話聞いていただきましてありがとうございました。今日こういうグッズも売ってますので、ぜひご購入ください。ありがとうございます。ありがとうございました。井出さん、お願いします。それではですね、ヘイトスピーチ入管制度の問題で、トークイベントを開始